こんにちは、森下アットホームの森下です。今日もですね、築30年を超えるね、お家をこうリノベーションするときに、気にしといてほしいポイントについて解説をしたいと思います。で、今日はですね、まあずっとこれシリーズで喋ってきたんですけども、最後のポイントである、そのリノベする家の、テーマとしての、空調とか換気についてですね。まあリノベっていうのはお家を、大規模にこう改修していくようなことに一般的に使われるんですけども、その中で私が思うのは、リノベする限りは、耐震性であるとか、それから断熱性、気密性であるような家の性能、言い換えたら質ですよね。質を高めていくということが、リノベの本質なんだっていうふうに思ってましてね。で、そういうことから言うと、リノベするということはイコール、断熱気密の改修、改善っていうことをやっていくということになっていきますので、そういう時ことを前提に考えた時であるならば、絶対に同時にですね、その空調とか換気っていうものも、考えないといけないんです。それは何でかというと、家の質が変わるんでね。で、そのことについて今日はこう詳しく解説をしていきたいと思います。はい、じゃあいつものようにね、僕に板書き見てもらったらと思うんですけども、築30年以上のリノベっていうと、もちろん若い方が対象になることもありますけど、多くの場合は、社会経験の多い、シニアって言われている方がお施主様になることが多いんですけども、このお施主さんたちとお話しするとですね、ものすごく、冬場の暖房に関して のやり方に関しては、こだわりというか、割り切りというか、そういうのあるなと思うんですね。で、それはどういうことか言うと、どんな感じでやってるかというと、大体そういう方が住まれてきたお家の多くが石油ストーブであるとか、石油ファンヒーター、ガスファンヒーターみたいな、家の中でまさに火をつけてですね、強い火力を利用しながら家を暖房するという、そういう形なんですよね。でそれを僕はリノベするならそれはやめましょうって言ってます。で、いやでもやっぱり言うてもあれがあったかいからって言うんですけども、リノベしたらね、必要がなくなるんですよ。で、ちょっと言葉遊びでなってしまうかもしれませんけども、この暖房っていう言葉も、日本ではなんかあんまり本当に使われてないですよね。今ある古いお家っていうのは、今申し上げた石油ストーブとかファンヒーターみたいな使ってること多いんですけども、同時に必ずこの絵で描いてるようなこたつを必ずしてるとか、うちの母なんかも典型ですけどね。それからこんな石油ストーブみたいな、カーッと赤くなって、そばを打ったら手があぶれたり足があぶれたりするやつです。このあぶるっていう、その暖房をしてるお家っていうのは、西洋とかに行けばですね、文字通りその部屋全体を温めてるんですよ。だからこんなこたつとか部分的に手あぶったりするような、もっと古くは火鉢みたいなやつですね、あんなもの置いてることはもうほぼないんですね。暖房したらそんなもんいらないってことなんですよ。だけど日本はやっぱりこの暖房をしながら裁断もするんです。手あぶりみたいな、足元だけ温めるとかみたいな、そういうことを補助的にやるっていうことになるんですよね。で、そうじゃないとなんかしっくりこない。それからそういうことを言うときにですね、そういう方が好まれるのに、床暖房はすごくいいと、何年か前に床暖房にしてね、すごい快適になったって言って、で、言われるんですけども、でもその床暖房してる方が床暖房を、風呂に使われてたらいいんですけど、結構使われてないんですよね。で、これは何かというと、意外と光熱費がかかってるんですよ。だからもったいないから、なんていうんですかね、晩ご飯の時だけとか、日中はつけないとかみたいな感じがあって、年行かれて家におられる時間が増えても、そういう形で考えられたりするんですけど、やっぱりこれね、なんか理論を言う時、床暖房もなくて僕いいのかなと思うんですよ。断熱がちゃんとできてれば。
で、特にですね、このリノベして断熱気密を触ると、まずは気密性能が上がるとですね、あの前の家みたいに隙間風がビュービュー入ってこないんで、空気がそんなにあの入れ替わりにくいですよね。だから家の中でこう火焚いたら当然あの酸素を使いますから、で二酸化炭素出たり、まあ、一番怖いのはあの一酸化炭素みたいに不完全燃焼を起こしたりする危険もあるから、新鮮な酸素を入れなあかんから、1時間にやっぱ 1,2 回用語必ず換気に当ててくださいって決まってるんですよね。でそうすると何が起きるか言うと、せっかく温めた空気逃がす、で冷たい空気入れるっていうことになってくると、まあ何か何やってるのかよう分からへんみたいな感じにも起きやすいんですね。なので、リノベやるときは、もうエアコンでこの後は暖房行くっていう風に切り替えていただきたいんです。で、それは何でか言うたらですね、エアコンはあの繰り返し言ってますけども、ヒートポンプっていうその非常に省エネ性が高い、あの、まあ、エネルギー効率がもう何倍もいいという、そういうものなんでお得なんですね。でそれからエアコンはこうやって火燃やしたりするわけじゃないから、空気を汚すこともないんです。でまた当たり前ですけど、あの冷房ってエアコンしかできないですよね。石油ストーブで冷房するなんてことは無理に決まってますから、そうすると、まあこれは当然冷房にも使えるし、最近は夏も長いですから、そして暖房にも使えるということになったら、いろんな意味でこれがあの経済的かつ便利になるんです。なんでこの、この強い火力持った、そういうストーブとかヒーターみたいなもんとこたつを併用するっていうことじゃないと暖が取れない、あったかくないという固定観念をリノベするときは、一旦棚上げしてほしいというか、まあまあまあ僕にしたら捨ててほしいんですよね。でそれから床暖房もあの足元が暖かくなるし、それは昔の寒い家から言ったら快適だったと思うんですけども、高断熱のお家になったら、あの床暖房をずっとつけててずっといるっていうのが果たしてそんなになんていいのかなっていうと、結構ね、あの 暑すぎるという話もやっぱり床暖房やってて高断熱に住んでる人に聞くので、そういうところもあります。なんでこのリノベやるならエアコンを必ず使う形の空調にしてください。そして空調にはですね、さっきまあ空気の汚れに対して換気せなあかん、あのね、あの 1,2 時間に1回必ず空気入れ替えせなあかんみたいな話がありましたけども、今は法律であの日本の家っていうのは24時間換気っていうのを義務付けられてるんですよ。でも古い家は24時間換気適用受けてないからついてないとこ多いんですけども、リノベやったら24時間換気を改めてつけてもらう必要があると思います。それはなぜかというと、非常に気密が良くなったんで自然換気があのちゃんとされないからです。なのでこう3種換気か1種換気のどちらかをあの必ずつけていただく。で、3種換気っていうのはもう一番あの素朴なシステムですけども、まあ、人がいてるところに小さな吸気口を取って空気を入れて、そしてまあ廊下とか、水回りみたいなところに小さな換気扇をつけてそこから排気するっていうことで融通する方法ですけども、まあイノベーションでね、特におすすめでリビングダイニングみたいなところはこの一種換気、あの熱交換型のコンパクトなロス内みたいなあのものがあります。これだったらですね、まあ、ちょっと、まあ、小さなエアコンみたいな感じって言ったらいいんですかね、ぐらいありますけども、あの熱交換も同時にしてくれて、換気が促進されますので、エネルギーロスも少なくて、まあ、いいのかなと思います。でお年寄りが将来にわたってね安心して住まれる時にはエアコンで暖房を取って一種換気で換気しておけられればね、ずっと締め切っておられても全然その空気がなんか汚くなったりとかあのいうことありませんので、まあ、あとはあの加湿かのだけはしてくださいね。あのエアコンは過乾燥になりやすいので、それだけ気にしていただいたら、まあ、これが一番あのリノベを考えた家に関してはぴったりくるあの空調になると思います。はい、まあ、あのもう今日はもう繰り返しの話でね、あの基本的なことをもう一回解説したんですけども、リノベやるときはこういうふうになっていく、こういうことが合わせて考えるべきなんだっていうことをもう一回こうとあのご理解していただくて、くどくなりましたけども解説をしました。
はい、こんな感じでね、いつもなんだかんだ家づくりについてとか暮らし方について解説をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。